信状態をチェックします。皆さん聞こえますか？アニス、えい！あー、こんなに大きいのは反則よ。雪玉は大きければ大きいほど火力が高いですから。ふん、分かってないよね。雪合戦で大事なのは大きさじゃないのよ。生産力よ、生産力。早く作って早く投げるの。こうやって。やあ！あの、雪合戦中にすみませんが、聞こえていますか？聞こえてる。ありがとうございます。ラピだけでも答えてくれて本当に良かったです。北部はエブレ粒子の濃度が薄めです。ですので浄化シーケンスを作動させる必要はありません。研究基地までの道は簡単です。特に障害物もありませんし、ルートもシンプルです。ただ問題は雪と氷です。アークでは雪や氷の規模がどれくらいなのか知る術がありません。ですので気をつけてください。特に氷には気をつけてください。それはニケの体重が重たいからです。氷が耐えられるか未知数ですから。女の子にそんなこと言わせるなんて最低です。では出発します。アニス、ネオン、いい加減そろそろ出発。あれ、当たった！アニスってもしかして野球選手出身とかですか？この距離から当てるなんて。私、才能あるかも。出発しましょう、指揮官。人間は皆さんこんなことも普通だったんですよね。そうね、損してますよね今の人間たちって。だから私たちが存在する。人間に過去を取り戻してあげるために。あ、今の言葉ちょっとかっこよかったかもです。今度誰かに聞かれたら今みたいに答えなきゃ。指揮官、足はどうですか？シオンで特別に作った外骨格ですから、ギプスのままで動ける夢の外骨格です。性能は確かなようだけど、どうして生産が中止されたの？もともとはニケ向けに作られまして、ニケの骨がくっつくのを待つよりは新しく足を作った方が早いですので。そんなに？はい、ニケ製作技術はすでにシンギュラリティに達したと言っても過言ではありません。いくらでも作ることができます。最小限の資源と最高のスピードで。すみません、私が余計なことを。いや大丈夫、安心しただけ。私に代わるものがいくらでもあるってことに。ラピ、通信の感度が弱くなっています。何か変わったことはありますか？吹雪が激しくなった。視野が悪すぎる。近くにバンカーがあるはずです。地図上では肉眼で確認できるはずですけど、見えますか？いや、見えない。では報告
行と距離をご案内します。北北西へ移動してください。ラジャ指揮官様、大丈夫？唇が真っ青、全然大丈夫じゃないわ。これはいけないわ。ネオン。はい？服を脱いで指揮官様を抱きしめて。はい？体を密着させて指揮官様の体温を上げるのよ。表現がちょっと。アニスがすればいいじゃないですか。私よりいろいろな面で大きくて面積も広いですし。私はいいよ。いや、できない。どうしてですか？私は合理的な提案をしているだけです。もう恥ずかしくてそんなことできないよ。私だって恥ずかしいんです。嫌なら嫌って言ってよね。私が師匠を嫌がるわけないじゃないですか。アニスこそ師匠が嫌いなんじゃないですか。何？私は指揮官様が大好き。速やかに移動します。バンカー発見、内部へ侵入する。シフティ、聞こえる？通信途絶を確認。指揮官、とりあえずバンカーに移動して吹雪が収まるまで待ちましょう。先にバンカー内部を確認するわ。ラプチャーが入れそうな大きさではないと思いますけど。他の何かがあるかもしれないから、指揮官様にそんなもの見せられない。行ってくるから少し待って。前方にラプチャー発見。何？くそ、吹雪のバカ。こんなに近づくまで気づかないなんて。エンカウンター、あと一機。みんな下がって、自爆する。なんて大きい音。ラピ、アニス、あれは何ですか？雪崩だ。みんな、バンカーの中へ急いで。間に合いません。遠すぎます。指揮官。あなたの名前は何？変な名前。あなたはどうしてここに来たの？ん？病気なんでしょ？当然でしょう。ここ病院だし。私も病気だよ。なんだっけ、脳がなんとかかんとかって言ってたけど。ああ、自己紹介がまだだったね。私の名前は、女王様、こっちで誰か寝てます。こんなところで寝ちゃいけませんよ。早く起きてください。ふーん、まだ生きているのね。すごいじゃない。アリス、早く運びましょう。はい、女王様。そこを持ってくれる？私がこっちを持つから。アリス、そんな荷物を持つような持ち方ではダメよ。そう、そこをそうやって持って。待ちなさい、そこは触ってはダメ。そこはかなり親しくなってからでないと触れてはならないの。さあ、行くわよ。寝ちゃダメですよ。風邪ひいちゃ大変ですから。ここは悪いハートの女王のせいで
凍りついてしまった世界です。アリス、準備しなさい。ジョー様、ここも見つかってしまったわ。早く移動しましょう。はい。あなた、名前と所属を言いなさい。うん、やっぱりそうだったのね。ではあなたはこれから私のしもべよ。一つ聞くわ、女王と指揮官どちらが偉いと思う？よろしい。だからあなたは女王である私のしもべになるの。女王様、おめでとうございます。話がそれたわね。急ぐわよ。しもべ、聞きたいことが多いようね。いいわ、私が説明してあげましょう。私たちはアンリミテッド、邪悪なハートの女王を倒すために旅をしている。もともとここは緑豊かな世界だったんですけど、ハートの女王が吹雪を起こして今は不幸な世界になってしまいました。だから私たちは仲間を集めてるんです。ハートの女王を倒すため、幸せな世界を作るため。ところで、しもべは誰ですか？なんでここまで来たんですか？女王様、仲間です。仲間が現れました。騒がないでアリス。実はね、私がしもべをここへ呼んだのよ。女王様がですか？ええ、そろそろハートの女王に奪われた私たちの家を取り戻す時が来たの。しかししもべ、どうして一人で来たりしたの？仲間がもっといるんですか？もちろん、一人だけ呼ぶわけないじゃない。ハートの女王は手ごわいもの。さすが女王様。それにしても雪崩なんて面倒なことになったわね。しもべの仲間は同じ種族なの。もしそうなら残念ながら諦めた方がいいわ。うん、なら生きているわね。よし、アリス、これからしもべの仲間を探すわよ。はい、女王様。幸い吹雪は止んだようだし、探索はそう難しくないはず。動きましょう。片足がおかしいですね。珍しいです。外骨格か、折れたの？まあ、私たちハートの女王に勝てそうです。伝説の武器を持っているしもべだなんて。もちろんよ、私が普通のしもべを呼ぶわけないでしょ。ジョー様、もしかしてしもべはウサギさんですか？なぜそう思うの？なんとなくそんな感じがします。伝説の武器を持った人と偶然出会うわけないですから。しもべに聞いたら？しもべ、あなたはもしかしてウサギさんですか？一緒にハートの女王を倒して私を幸せな世界に連れて行ってくれるウサギさんですか？やっと会えましたね。私ずっと待ってたんですよ。一緒に行きましょう、幸せな世界へ。はい、やったわ。向こうにバンカーが見えるわね。しもべのために少し休んでいきましょう。ウサギさん、どこか悪いんですか？しもべは異世界を旅してきたから、かなり疲れが溜まっているの。だから
休む必要があるのよ。やっぱり女王様は何でも知ってますね。当たり前じゃない。さあ少しだけ移動しましょう。この先はロード級がよく現れるから油断しないことね。ふーん、思ったより綺麗ね。このレベルなら休めそうだわ。アリス、私はしもべと大事な話があるの。少し席を外してくれる？はい。ハートの女王の手下が来ないか監視します。じゃあお願い。いや、アリスは強い子よ。私が保証するわ。さあ改めて紹介するわ。アンリミテッド分隊のルドミラよ。あの子はアリス。地上で迷子になったニケを救出して無事にアークまで送る仕事をしているわ。道しるべのようなものね。地上で道に迷ったら北部へ行けって言葉聞いたことがあるかしら。それは私たちアンリミテッドがいるからよ。まあ人間を助けたのは初めてだけど、とにかく研究施設へ行きたいの。目的が何か知らないけれど、現在それは不可能よ。研究施設はラプチャーの手に落ちた。外部はもちろん内部まで全てが。おかげで私たちは家を失い放浪するざまよ。いや、占領とはちょっと違うわ。言葉の通りラプチャーのものになってしまったの。研究施設とは違う何かになってしまったわ。その理由は？その単語、普通の指揮官が口にする単語かしら。巡礼者たちを探す理由は？ニケなの。あなたはニケを仲間と呼ぶわね。明確な主従関係があるはずよ。ニケと指揮官には仲間という型をかぶせて分隊をうまく運用するためなのかしら。それとも高い方に位置する者が施す傲慢な寛容ってとこか。これはどうやら本物を拾ってしまったようだわ。ピルグリムに関する資料は全て研究施設にあるわよ。あなたの仲間と合流した後に研究基地を奪還すれば全て解決するわ。ところであなたの仲間は強いかしら。いい答えね。そしてもう一つ、アリスは俺が演技ならしもべはすごい悪者ね。アリスよ、出発する。あ、はい。わかり、わかりました。寝ていたのね。女王様、あの上に誰かいます。ふーん、二人ね。どうしもべ、あなたの仲間で間違いない？いかがかね。そう、わかったわ。もう少し近づいて。師匠、どこですか？指揮官様、聞こえたら返事してください。指揮官、
面白い人たちね。女王様、鳩の女王が手下を送りつけてきました。でしょうね。あんなに騒いでいるのに来ない方がおかしいわ。片付けるわよ、アリス。はい、女王様。師匠、指揮官様。私はてっきり師匠が冷凍人間になったかと。雪を全部掘って探してたのよ。指揮官様こそ無事でよかった。ラピは死んだの。ラピは雪崩に巻き込まれてしまって。指揮官、私は無事です。ち、申し訳ありません。私がもっと早く来ていれば。はい、助かります。でもさすがは師匠です。雪崩に巻き込まれても生きてるなんて。やっぱり私、人間を見る目が。どちら様ですか？アンリミテッドよ。あなたたちがしもべの仲間ね。挨拶は後にしましょう。とりあえず移動するわよ。誰かさんが大騒ぎしたおかげで奴らが群がってくるでしょうから。もう誰ですか？こんなところで大騒ぎするなんて非常識な奴らね。そうね、誰だろう。しもべ、あなたの仲間はすごく愉快なのね。話は分かった。要は研究基地を奪還するってことね。また潜入するのですか？じゃあ今度は指揮官様が私の前に立って。残念ながら潜入は不可能よ。外部ルートは全部塞がっているもの。内部にピルグリムに関する資料があるのは確かなのね。それは保証できるわ。ではすぐに出発しよう。あの、皆さんはウサギさんの仲間ですか？ウサギ？はい、女王様のしもべで私を幸せな世界へ連れて行ってくれるウサギさん。いや、私たちは指揮官の部。そう、私たちはウサギさんの仲間よ。じゃあ皆さんも伝説の武器を持ってるんですか？持っているけど。どれどれ、私にも見せてください。このメガネは私の伝説の武器です。すべてを焼き尽くすビームが発射されます。おー、私の伝説の武器はこの手袋よ。急所を7箇所押すと相手は必ず倒れる。そっちの仲間さんはどんな伝説の武器を？私はラピの伝説の武器は強すぎるから封印している。封印する必要があるほど強力なんですね。そうよ、胸の中に封印しているの。そしてその封印は式ウサギさんだけが解除できるの。見せてください。ウサギさん、ラピの封印を。ボタンを押すとすぐに封印が解除されるのよ。今封印を解除してはこの一体がめちゃくちゃになる。それだけ強力な伝説の武器よ。すんごく強い伝説の武器なんですね。そう、だから本当に危険な時にしか使えない。わかりました。仲間の皆さんもすごい方々でしたね。
遠くにある建物が見える。あれが研究基地よ。要塞になってる。もともとのコンセプトが自主防御システムを持った研究施設だったからよ。武装レベルは高い方ね。実際単独運営中にも奴らの侵入を許したことはなかったもの。奴らに奪われた今はその武装が私たちを狙っているけどね。奪われた経緯については知ってる？最初は些細な故障だった。あまりに古かったから当然だと思ったの。でも違ったわ。些細なものから始まり徐々に故障の範囲が広がっていったの。気がついた時には基地のほとんどがすでに奴らの手の中だった。ハッキングか。おそらくね。外部からの侵入はなかったようだから。ラピちゃんはハッキングもできるんですか？喋れるやつもいるのよ。きっとハッキングくらいわけないわ。アニス。あ、まあ聞かなかったことにしておくわ。ありがとう指揮官。ちょっとアニスの言う通りトーカティブのような特殊な個体がいるのは事実ですが、ハッキングは人間技術の真髄です。ラプチャーにできることではないと判断されます。はい、今回の件で確信が持てました。研究基地を狙った理由とはフィルグリムに関する情報が目的と考えるのが妥当でしょう。やることは変わりませんが念頭に置いておくべきだと思います。はあ、やれやれ、建物と戦うのは初めてね。ワクワクします。自分の火力がどれほどのものなのか、建物も吹っ飛ばせるのか。もしそれが可能なら私の強さは限界に達したということでしょう。残念です、もっと強くなりたかったのに。この子何言ってるの？ルドミラ、攻略のポイントはある？いくら渡しても建物と戦った経験はないのよね。武力を使うしかないのか。外部フレームを支えるジョイントがあるわ。そこを壊したらガラガラ崩れるはずよ。よし、やってみよう。女王様、あれがハートの女王ですか？違うわアリス、あれはハートの女王に仕える手下の一つに過ぎない。本物のハートの女王はもっと強いわよ。そうなんですね。それでも私は怖くありません。伝説の武器を持つ仲間たちと一緒ですから。そうね。指揮官、始めます。エンカウンター。技能停止を確認。はあ、建物まで壊してしまうなんて、私の火力はもう極限に達してしまったようです。師匠、私はもう下山します。これ以上目指す境地がありません。さすがは師匠です。さらに高い目標をもう決めてくださるなんて、自信過剰でした。これからももっと頑張ります。はい。また動いたりしないよねこれ。多分内部が無事かどうかが気になるけど、侵入してみるしかないんじゃないかしら。そうね、少なくとも記録だけは無事だといいんだけど。女王様、もう私たちの家を取り戻したんですか？そうよアリス、しもべとその仲間たちの力のおかげってところね。私が呼んだしもべとその仲間たちのおかげよ。侵入を許可してください。ラジャ、